皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら今現在ね開催しているね、この聖夜の花園かな、こちらの、わかんないけど読み方、この花園の、周回編成紹介していこうと思います。はい。で、このダンジョンは、絶対皆さんやってください。で、なおかつ今回周回編成ありえないぐらい低い編成紹介していくので、何が何でもやってください。で、その理由として、今回の動画を参考にして、このダンジョンね、周回してもらうだけで、ミッションが5個クリアできます。すなわち、魔法石が25個にクリア報酬で1個もらえるんで、26個この時点で取れて、なおかつ現在開催中の未知の来訪者と、あとは、千金の超絶経験値かな、こんなのも一瞬でクリアできるんで、この2つクリアするだけで、さらに魔法石10個で合計35個、もうこの編成で全部クリアできますので、ゲットできます。なんならね、9月18からの12周年の感謝を込めてもクリアすると40個。あとは残りのね、この5つのダンジョンから残り2個をクリアしてもらえれば、マシンやらマシンゼストが楽なんで、そこら辺がいいと思いますけど、クリアするだけでもうこれで魔法石が合計で50個取れちゃうという編成になってます。今回はですね、そのうちの35個ですね、現時点でこの編成組むだけで35個取れますので、この条件クリア、なおかつ周回までできる編成紹介していこうと思います。多分周回する上ではランク上げ編成で周回するのが結構このダンジョン美味しいダンジョン、前回はランク上げのダンジョンだったんで、このダンジョンはランク上げが美味しいと思いますが、まずはミッションクリア用の編成ね、2パターン紹介していきます。まずはこの編成からねやってほしいなと思います。はい、早速編成紹介していきます。まずネロミエルです。全パラ上限解放をつけてあげて、もうそれだけで、あ、てか上限解放もいらないっす、全パラもいらないっすね、もうネロミエルなら OK です。はい、特に覚醒も潜在もいらないっすね。フル覚醒はもちろん必須っすけど、超覚醒と潜在はいらないかな、そんな敵固くないし、あれなんで。で、マイネです。回復エルジ、スキブ潜在つけてあげて、マシンノア継承ですね。マイネ当然代用あるんで安心してください。こんなん必須なわけがないです。で、マシンノアに関しても代用あります。また後半で話しますね。はい。で、ドロイドラゴンですね。これが今回の条件クリアの一つになっていて、今回のクエストにですね、1回だけドロイドラゴンを入れてクリアする必要があるんですよね。これ。パズドロイドをチームに編成してクリアしようっていうのがありますので、その条件のために初回だけドロイドラゴン入れてやっていきます。はい。もしもすでにこれクリアしてる人はこの後の周回編成紹介まで飛ばしてください。でアジサイのハーバリウム継承で、バリリアはスキブワークですね、スキブにこちらアマテラスオオカミつけてあげてます。はい。で、からのこちら東堂です。スキブに白つけてあげてスキルブースト持ってあげてるんですけど、この白に関しても別になくて大丈夫ですね。はい、スキルブースト見てもらえれば分かるんですけど、この時点で編成スキルが31個ありますので、全然白もなくて大丈夫なんで、東堂で OK です。で、ネロミエルって感じになってます。はい、という感じの編成ですね。これだけで周回できますので、まずは一旦こちらでね、これか、新ダンジョンっていうか、この花園やっていこうと思います。行きましょう。じゃあまずは1階層からです。ネロミエル使っていきましょう。ネロミエル使って、はい、ずらしていきます。これでワンパンです。さあ続きまして2階層ですね。てかもう糖度溜まってる時点でスキブ過剰なぐらいあるんでね、安心安全で、ネロミエル使いましょう。これでワンパンしていきます。そしたら3階層ですね。3階層はマイネ使います。はい、マイネ継承のマシンノア使ってあげることで属性吸収無効を無視できますので、マイネ使ってワンパンで倒していけます。これで倒していきましょう。続きまして4階層です。4階層もドロイドラゴン使います。で、ちょっと今回僕もう最終段階まで周回何回もしちゃってるんで、ゼロコンボ2回組みますけど、これね、序盤だったら普通にこのハーバリウムずらしてワンパンできます。ちょっと僕終盤までやっちゃってるんで、ゼロコンボ2回組んでから倒していくんですけど、これ序盤だったら普通にハーバリウムずらして OK です。なんで早いうちにやってください。で、5階層マイネ使います。このダンジョンね、クリアすればするほど今のドロイドラゴンの場所がね、敵の行動パターン変わっていくっていうちょっと面白いダンジョンなんでね。そうで、今回はゼロコンボ2回組む必要があったって感じです。はい、レシートに書いておきますが、基本的にはハーバリウムずらしていけます。で、ここは、消せない回復してあげて、なおかつ、ネロミエル使ってワンパンです。そしたら7階層ですね。7階層は、フレンドネロミエルからの、糖度を使います。はい。
ネロミエル使ってあげて、無効貫通スキル発動してあげて、トードを使ってワンパンで倒していきましょうという感じの編成でした。まあ、こんな感じでドロイドラゴン入りでね、まずは周回できますのでおすすめです。さあということで続きまして2周目からですね、ドロイドラゴン外してよくなるので2周目からの編成も紹介していきます。さあということで続きまして通常周回編成紹介していきます。これが基本的な周回編成です。ネロミエルです、からのマイネ、回復エルジスキブ潜在に覚醒マシンノア継承です。でからネロミエルです。で、バレリアスキブにこちらアマテラスですが、まあ、これは消せない回復持ってれば何でもいいですね正直。で、トードです。はい、サノスでもいけるんですけどね、スキブ漏ればサノスでもか。でネロミエルって感じになってます。マジでこれだけで SPDC の通りの編成ですね。こちらも実際にやっていきましょう。もう別に解説することなんもないっす、とれただこれだけの編成。さあ1階層からやっていきましょう。で、まあ、この後代用解説ありますので、まあ、もし持ってないからいる人はそちらもチェックしてください。まあ、基本的にあれなんですよね、この編成ネロミエル使っていくだけなんで、はい、ひたすらネロミエルずらしてワンパンしていきましょ う、 もうバッチも自由なんで好きなバッチ使ってください。多分今落ち込んなしバッチがついてたはずなんだけど、落ち込んなしバッチったらもちろんいらないんで、もう完全自由でスキルバッチとかもつけれるんで。はい、で3階層です。ネロミエル使います。間違えた。3階層はマイネ継承のノア使ってワンパンです。はい、マイネ継承ノア使って3階層ワンパン。4階層がネロミエルですね。はい、でここはネロミエル使うことでダメージ無効も貫通できますし、途中やってる際にですね、コンボ吸収とかも飛んでくるんですけど、コンボ吸収もネロミエルで対応可能です。コンボ吸収、属性吸収、無効貫通全て対応できてます。軽減ももちろんワンパンできますので全パターン対応可能と。で5階層マイネ使いましょう。で6階層です。ネロミエールからの、まあ、アマテラス消せない回復枠ですね、使ってあげてずらしていきます。まあ、もちろんアマテラスある必要性もマジでなくて、第4編成使う際にアマテラスでやる必要があるんですけど、テンペレ使う場合は消せない回復スキルなら何でもいいですね。ヨーダとかでもいいかな、ヨーダとかだったら早いからね。でラストネロミエールからのトード使いましょう。はい、プレシャーの場合はねネロミエル必須なんで、まあ、ちなみにプレシャラじゃない場合は多分トードいらないんですけど、まあ、プレシャラの場合はネロミエルからのトードを使ってくださいという感じの編成でした。はい、もうめちゃくちゃ簡単。これでこんな感じで周回できて、だいたいタイムも1周ね1分台ぐらいで周回できますので、まあ、これでコツコツやってもらってミッションクリア目指してもらえればなと思います。ラスト代用いきましょう。さあということで最後に代用解説の方もやっていこうと思います。いきましょう。マジで魔法石35個取れるからみんなやろうな、ガチで。でまずマイネからですが、マシンノア直入れで全く問題ありません。マシンノア直入れで問題ないです。で5階層はネロずらしに変わります。それだけですね。はい、マイネはマシンノア武器直入れしてあげて5階層ネロずらしてもらえれば問題ないです。はい、でバレリアに関してなんですが、バレリアはスキルブースト9個以上のキャラで問題ないですし、なんならバッチスキルブーストバッチとかネロミエラの小学生スキブとか、まあ本当になんなら武器でスキブつけるとかいくらでも漏れるんで、もはやスキブ0でもいけますねここは。なんでまあただとりあえずまあスキブ9以上のキャラ使ってもらえれば問題なくそのまま代用できますのでおすすめです。ハンコックとかですかね、みんなが多分持ってる所持率高いキャラで言うとっていう感じです。はい、で、次に東堂なんですけど、こいつももちろん必須じゃなくて、まあ代用としてはスキブ増やしてあげて、サノス直入れするとか、あとはスキルブースト多めのキャラ、まあ、ハンコックとかだよねまさに、に夜武器つけてあげるとかで大丈夫です。7階層はネロからのサノスでワンパンできますので、うん、っていう感じで代用してもらえればいいかなと思います。はい、で彼の、ノアですかね、マシンノアに関してなんですが、ここ2ターン属性吸収無効スキルで OK です。でヘイスト持ってる武器使ってあげてください。でまあそれでねネロ貯め直すって感じになります。はい、なので、まあ、代用としてはタロウとかメビウスとかギルガメクルとかが使えるって感じになってます。まあ、本当に2ターン属性吸収無効プラスヘイスト武器で OK です。はい、そうだ、この生成枠をねヘイストに変えてあげてネロミエル回していくって感じですね。で最後にアマテラスですね。ここはもう消せない回復スキルなら何でもいいです。代用する場合アマテラスいるんですけど、テンペラの場合は消せない回復なら何でもいいんで、マジでできる限り処理の早いヨーダとか、あんな武器とかですかね。まあそこら辺の、スキル使ってもらえればいいです。で、一応マイネとノア代用してる場合は、ネロミールのスキルを回す必要があるので、
ゲスナイ回復プラス1ターン以上のヘイストで、まあ一番早いアマテラスがおすすめですかね。という感じで代用してもらえればいいかなと思います。はい、まあという感じがね、今回の代用でした。まあ本当にキャラも武器も大量に代用ありますので、ぜひね、編成組んでやってみてください。バッチも10なんでね、好きに組んでみてくださいね。じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。